まーす。はーい。こっちも行きます。よいしょ。始まった。じゃあ早速。なんか久しぶりだと、ね、緊張しますね。早速じゃあ始めますね。はい。これあ、高坊さん早い。あ、じゃあ行きます。はい。トニーの月が見える箱庭、皆様ハイタイ。時刻は夜25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしをコンセプトにという思いから番組をスタートしています。なお FM ギノワの収録放送となっております。収録の様子はツイキャス、YouTube アーカイブ、リアルタイムではご家庭のラジオや車のラジオ、ご自身のスマートフォンでお楽しみいただけます。メッセージやリクエストなども募集しております。インスタの箱庭アンダーバー527、もしくは FM ギノワンのメールアドレス797@fmginowan.com にて件名箱庭と添えてお待ちしております。ご自身の好きな場所で好きなドリンクとフードを楽しみながら125分間お付き合いください。はい、お久しぶりです。久しぶりですね。めっちゃ久しぶりです。でこれって9月の第1週ですか？そうです。あ、もう読み感じても上手くなっちゃう。あっという間に9月に入ってみたいな感じですよ。そう、早い。8月どうでしたか？8月は、あ、でも夏休みってこともあってすごいなんか楽しかったです。なんか、ちょうど正社員辞めて1年になるんですけど、その、なんだろう、正社員の時にできなかったことができ、できる時間が増えて、あっちに行きました。全島の。はい。行きましたね。行きました。全島のビアフェスタに行って、そうそう、24日に行ったんですけど、めっちゃ土砂降りで。雨でした。でも、その D51、めっちゃ楽しかったです。そう。ああ、いいですね。そう。なんか、この最後に行ったのが、もう、平成最後の夏ってハッシュタグつけてたくらいなので、6年ぶり6年ぶりに、はい。すごい。あ、そっか。でも、ね、結局、伝統も、その、コロナで、そうとかっていうのもあったから。そう。で、めっちゃ久しぶりで、しかも、だから、声出しもできるし、この、うん、なんだろう、ダンスフロアみたいなとこもあるから、うん、超楽しい。めっちゃ楽しかったです。そう。あ、してたんですね。そうそうそう。とっても楽しかったです。そう、ツイキャスト、今インスタライブをね、はい、同時でやってるんですけど、高坊さんからおはこんばんはと来てて、インスタライブでリカーナさんが素敵ってありがとうございます。ありがとうございます。そうで、いつものね話題を困らせるっていう話。そう、なんか最近イベントが多いっていうこともあって、はい、このちょうど1日に、内泊まりパラダイスで、内泊まり公民館でイベントがあったんですけど、そう、たまたま、その、通りかかった親子がいて、その、受けたいっていう話をしたときに、お母さんの方が、この、なんだろう、もう、何でもできる天才っていう、そう、個性で、で、その個性の特徴って、もう、自分の気ままに行きたいから縛られたくないっていう個性なんですけど、うん、でもなんかずっと子供がまあまあ抱っこみたいなこと言ってたから、うん、もしかするとなって思ってみたら、まさかのそのずっと一緒がいいっていう個性で、で、お母さんがその個性を知ったから、なるほどみたいな見てて、うん、で、なんかその3、この子供2人とお母さんだけをやる予定だったんですけど、うん、なんかたまたまお父さんも登場して、なんかお父さんがなんかすごい、なんだ、険しい顔で見てくるから、絶対この人この個性だろうなと思って、すいませんって言いながらちょっと聞いたら本当にこの個性で、すごいみたいな。なんかそういう見た目にもやっぱ出るんですか？あ、出ます。なんか、
このなんていうかな、雰囲気もそのなんかわかるっていうか、うん、なんか場の雰囲気とかもその盛り上げ方っていうのも個性で実はあって、うん、なんかさっき今ビアフェスタの話もしたんですけど、うん、なんかこの、まあ、3分類いつも話すんですけど、うん、この3太陽のグループだったら、うん、なんか自分が盛り上がりたい時になんか盛り上がれるみたいな、だからまあなんか楽しいってなってたら楽しめるんだけど、なんかその例えばムーン月のグループだったら、あのなんていうかな、周りが楽しんでたらなんか一緒に楽しんで盛り上げるみたいな、でアース地球のグループだったらそのなんか盛り上げてって言われたら盛り上がるみたいな、あそう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 っていうのがあって、そうだから自分のそのあのなんか会場、ビアフェスの会場を見た時にみんな盛り上がってたんですけど、なんかアースの友達はなんかなんだろう、このムーンとサンに比べるとなんか手拍子だけとか、もうサンとかムーンとかめっちゃ踊ってカチャーシーとかしてたのに、なんかアースだけはなんか自分が好きな曲になった瞬間だけ盛り上がっててあーなるほど、そう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 っていうのがあって、はい、あなんかあの会場なんかみんな盛り上がってるけど、うん、なんか盛り上がり方違うなみたいな、うん、そうそうっていうのがあって、面白い、盛り上がり方でもやっぱ違うんですそう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 、そうなんです。だからこのセミナーとかもよく、うん、その ISD 個性心理学の導入セミナーとかもやるときに、そのネタになるのが、うん、だいたい盛り上がる会場が、うん、あの酸が太陽が多いグループで、なんだっけ、アースが多いとなかなかその盛り上がらないっていうか、うん、なんかこのアースっていうのは結局このセミナーっていうのは聞くものだと思ってるから、うん、そうで一生懸命聞くから、この相槌とかは打つんだけど、その相槌打つ時がめちゃくちゃ真顔みたいな、真剣にそうそう真剣に聞いてるから、そうそうそう、でなんかあの聞き役が終わって話し役になった時になんかこの顔がほぐれるっていうか、あそうそうそう、だからその一生懸命聞いてる姿を、うん、そのサンとかムーンからしたら聞いてるのかがわからないみたいな、この顔色を変えないから、そうそう、本当に聞いてるみたいな、そう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 っていう感じです。で逆にだからサンは自分の話興味がない話は聞いてもう入らないのでなんか途中からなんか違うこと考えてて、うん、話振られてたらなんかなんだっけな、そうそうそう、なんか明日どこに行きますかって聞いてるのにオッケーみたいななんかそういう人いますよね、そう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 、なるほど、そういう人はじゃあこの3タイプ、あそうそう、だから意外となんかその個性って出やすいんだなっていうのを思って、そうそうそう、おかっちゃんさんがこんにちは、はい、こんばんちょいと、こんばんちょいと、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、こっちも来てる、お、インスタライブにも来てます、お、トニーさんツイキャスインスタライブからこんばんちょい、かっちゃんやで、お嬉しい両方から来てる、ありがとうございます、すごい、かっちゃんさんありがとうございます、はい、そうそうそうっていうのが、すごい個性ってやっぱ面白いですね。そう、個性ってすごい面白いなと思って。私ちなみにあれでしたっけ、地球でしたっけ。はい、地球。そうそう。今の聞いてて多分私はこれだった気がする。すごい合う。なんかもう。ああ。近づけるあれでした。そう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 。だから。確かにそうだよなって思いつつ、うん、そう。だからこっちはなんかリアクション欲しくてすごい喋ってるのに、はい、あれないみたいな。っていうのが、そう。なるほど。そうなんです。だから、意外と、でもだから逆に、このハジさんとかキラナさんの方は3タイプだから、なんか聞いてるかなって思ったらなんか半分ぐらい聞いてなかったりとか。そうそうそう。リアクションはみたいな、そうそうそう、あれリアクション大きいです、あっちの方が、そう、うん、分かりやすいんじゃないですか、あそうそう、でもなんかやっぱ周りにもそういう人結構
多いなと思って。あ、そうそう、私の周りは3タイプが多いのかな。確かに、なんか、でも、なんかこの、自分がパッと見見た感じ、FM ギノワンのスタッフは3タイプいなさそうなイメージです。わかんないですけど、はい、なんか、そう、実際見ないとっていうか、今、ね、あの、ミキサーのまなみんさんぐらいとしか、こんな深く喋ってないから、うん、そう、あとは挨拶ぐらいだから、なんか、そんな感じかな、みたいな。でもなんか、機会があれば、ちょっと、なんか、スタッフ全員一回、その個性を見てもらいたいねって話に前になったんですよ。ね、そう。聞いてま、ね、言ってましたよね。ぜひぜひ。今度ちょっと、ご相談します。そう、なんか、意外と、その、あ、そう、あの、そう、あの、打ち合わせの時にリズム分析の話もね、ちょっと出たんですけど、この会社のリズムっていうのが実はその一番上の人のリズムとちょっと関係してて、そう、だからこの人がこの吸収しやすい時に会社もこの情報収集とかすると、なんかその運気に乗るっていう流れがあって、そう、だからこの、あ、これは上の人がのやつがリズムがやっぱり、あ、そうです、されます、そう、で、やっぱそこにやっぱついていくことで、やっぱその人の会社って結局なんていうかな、その人の一番偉い人の考えで、この方針で決まっていくわけだから、そう、っていう、そう、なので、この、さっき話したんですけども、クライアントで、この個人事業主さんが、その、リズム分析を最近受けてくれて、で、話を聞いたら、なんかお店を畳むか畳まないかみたいな話になってて、でも一応、なんかこの、ね、あの、話して、リズム見たら、その、協力者っていうキーワードがあるから、なんか、協力者っていうキーワードを優先して、お店を畳むんじゃなくって、そう、なんか誰かを雇ったりとか、そうそう。誰かに協力してもらって、そう。その、自分の、その、そう、あの、自分は、その、違うところに働きに、新しい事業に、就職するとか、まあその働きに行く代わりに、その自分のお店を任せられるような協力者を得るっていうのも、一つの手だったんじゃないかなっていう、そう。で、まあ結果その人はお店を畳まずに、まあ、あの、出稼ぎに行くって言ってたんですけど、そう、とかリズムに乗ってるなって思いながら。そう。だからそれを、あの、なんだろう。ピンチって考えると、ピンチの方向に行くけど、チャンスって考えると、そう。チャンスの方向に走っていくっていう時期、そうです。じゃあそういうなんかね、このリズム、その時のみたいなのを見ることは結構あるんですか？あります。結構その一回この個性分析をやった後って、もうあの、まあ一応もっと深く見ることできるんですけど、でもどうせだったら学んでほしいんですよ、私からすると。だから、そんなに深くは喋らないで、その、なかなかリピーターって人が、あの、つかないのかなって最初思ってたんですけど、でもなんかやっぱり、みんなリズムの話をすると、このリズムって、年と月と日と、あの、バラバラで、あの、10個のサイクルが、じゅんぐり回ってるんですけど、なので重なることが全然なくって、そう。だから同じ日がないっていうか、そう。で、なんか、その ISD 個性心理学の協会から出てる手帳があるんですけど、なんかそれに、なんか一言メッセージとか、今日はこんな風に過ごした方がいいよ、みたいな書いてある手帳があるんですか、あるんですけど、そう、なんか自分が、その、9月に、あの、さっき後で告知するんですけど、イベントやろうと思ってて、で、一つ、その、イベントの名前が、コラボイベントで、自分を見つめるっていうイベントがあるんですけど、その9月の、あの、カレンダー見たときに、そのイベントやる日に、なんか、たまたまですよ、本当に。自分を見つめ直そうっていう一言日記が書かれて、どういうことみたいな。なんか、相手に見つめ直そうって言ってるけど、自分が見つめ直す時間だったのか、みたいな。そう。っていうのがあって、だから意外とその、リズムってリンクしてるんだな、みたいな。そう、思いました。そう。面白い。ちょっとこの続きは、ちょっと曲の後に。はい。しましょうか。なんか、結構、がっつり喋っちゃった。確かに。本当だ。
じゃあ、今週、あれですね、もう9月始まったので、はい、エメのセプテンバーさんです。どうぞ。そう。思ったより、目立ってました。すごい、でも面白いですね、なんか。そうそうそう。流れにじゃ乗れない場合もあるってことですか？なんか流れに乗れない場合じゃなくて、なんか多分、うん、チャンスに流す、なんだろう、逆の方向に行ってるかもしれない。そうそうそう。なんか前も話したかもしれないんですけど、小林製薬のこの紅麹の件も、はい、あのなんかこの解雇をこの、うん、なんだろう、先発表した日がこの過大な評価を受けるっていう日があって、うん、そう、それがだからいい捉え方にもできたかもしれないし、うん、この悪い捉え方にもできたかもしれないっていう考え方ができるじゃないですか。で、結果この解雇っていうこのなんだろう、マイナスな部分、うんうん、そうそう、でもそれがマイナスじゃなくて実は挽回できるチャンスがあるかもしれないから、うん、それをどう、あの、なんていう、そう、あの、やっていくかっていうか、動いていくかっていうのが、結局そのリズムの、うん、なんだ、見方、うん、にもなるのかなと思って。そうそうそう。だからもう下に行ったらもう上に上がるしかないから、うん、そうそうそう。だからこの、こっちから下を作るんじゃなくても、こっちから上に行くように、どう動いていくかっていうのも、うん、なんかそのリズムで見れるのかなと思って。うん、そうそうそう。っていう。そうなんです。大事ですね。なんかこういうね、なんか時期というか、そうそうそう、タイミングというかね。そうなんです。そういえば昨日、はい、バス乗ったんですけど。無料？めっちゃいました。もうやばかったです。本当にやばかったです。なんかね、めっちゃ、リスナーさんとかもバス乗って北部行くみたいな人が何名かいて、やばいんだろうなって思ってました、なんか。そう、なんか昨日、この12日の、はい、12日じゃない、19日の打ち合わせを、この、あの近くのスタバでやった後に3時ぐらいに終わって、うん、でももう全然元気だから動くしかないと思って、うん、そう那覇に行ったらめっちゃぎゅうぎゅうで、うん、そうで1回も降りて、うん、そこから乗り換えてなんだっけ那覇空港まで行って飛行機眺めて、うんうんうん、あいいですね。そうね、帰りにロピア行って買い物して帰ってきてみたいな、バス旅を。バス旅を。無料ってやっぱいいですよね。そう。大きいですよね。無料、大きいです。そう。なんかみんな、え、そうなの？なんか沖縄県民はみんな知ってるけど、うん、なんか観光客は知らなくて、みたいな。はい、みたいな。確かに。ラッキーみたいな。ねえ。じゃあちょっとそろそろ行きしましょうか。確かに。じゃあ行きますね。はい。はい、お届けした曲は、エメイさんのセプテンバーさんでした。はい、いいですね。懐かしいですね、この歌。うん、私もこの9月になるとよく聴いてました。なんか、LINE ミュージックとかで結構多くなりません？この今設定できるじゃないですか。はい、9月になるとみんなセプテンバーさんみたいな。おい、懐かしい。ちゃんと時期に合わせて。そうそう、うん、よかった。はい。で、何の話でしたっけ？今日はなんか、ね、あのリズム分析の話とか。あ、そう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 。そう。あ、そうなんですけど。そうですね。あ、そう。だからそのリズムっていうのが結局、うん、なんか全然関係ないんじゃないかって思ってるけど、実はなんか、その、たまたま見たら合ってたみたいな。うん、そうそうそう。っていうことが多くて、そう。でさっきちょっと話したんですけど、はい、昨日自分が積極的に動いていくっていうリズムだったので、はい、あのなんだっけ打ち合わせイベントの打ち合わせ終わった後に、そうバス無料っていうことで、うん、バス旅、はい、してきたんですけど人めちゃくちゃいました、はいね、この無料期間のしかも初日ですよね。あ、そうそうそう、初日、そう、ね、初日でなんかすごい、え、そんなに乗るんだみたいな
そう。でもなんかいつもだったらそのやっぱ2区間とか3区間とかだったら歩くかってなるけど、はい、みんななんか1区間でも乗ってる人がいました。無料だとちょっとやっぱそう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 、ね、なるみたいな。あでもめっちゃいいなって思います、うん、あの取り組みは、うん、そうそうそう、ね、ぜひ利用して、ね、私もなんか機会あるかな。ぜひぜひやってみてください。さあ残り 6分ちょいですかね。そうじゃあちょっとイベントの話をしていこうと、うん、なんかいろいろまたね9月もそうなんか9月なんかなんだったかな、さっきこのお話ししたこのなんだっけリズムの手帳みたいなところに、はい、なんか超忙しい時期ですって書かれてて、でなんかその超忙しい時期ですっていう前からそのイベントを組み立ててたんですけど、なんか毎回3回が限界なんですけど、いつもイベント出展、うん、今月6回入ってて倍入ってて、こんなに入ることはじゃあそうそうないですないです、そう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 なんです。ということでちょいちょいやってきますね。じゃあ、はい、直近が9月12日の木曜日に、うん、あのはじちさんの、はい、あの生徒さんのはるかさんって方がいるんですけど、うん、はい、この方と、コラボイベントをしようと思ってます。で、まあ投資リーディングと ISD の共通点っていうのが多分自分を見つめること、うん、自分と向き合うっていうので、なんか何かいいコラボができたらいいなっていう考えで、うん、そのコラボイベントができ、はい、そうあの叶ったんですけど、場所が、西原の高地にある、もうほぼ主流寄りなんですけど、テントカフェブルーリングっていう、うん、沖縄で唯一あのなんだろう、キャンプが楽しめるお店、はい、そうそうそう、なんかお店の内装もそう、わかります、はい、あのひばりさんっていう方がやってるんですけど、なんか前チラシありました、ありました、おお、そう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 、あで、この内装もあのテントが張られてて、うん、で、ご飯もあのキャンプ飯、うん、そう、あ私、はい、あの多分ひばりさんのおすすめ自体は炙りローストポークって言ってたんですけど、私の一番好きなのは豚汁、そうで、豚汁もそのなんかキャンプみたいに食べるから、うん、味噌汁自分で溶かすんですよ、そうだからこのお椀の中に味噌汁がちょん、あ、味噌がちょんって乗ってて、それを自分で溶かすみたいな。ああ、めっちゃキャンプ飯。そう、あ、もう、それを楽しみに私は行こうと思ってるんですけど、そうそう、このコラボイベント自体が、私がいつもやってるのが、イベント自体で、他のイベントでやってるのが、個性分析。で、まるまる2200円の分析シートを出すんですけど、このイベントに限り、本質シート、なんだろう、自分がもともと持ってる 50% を占める、うん、あの本質っていう部分項目があるんですけど、この本質シートと、あとリズム分析のシート2枚を、うん、出そうと思ってます。で、はるかさんの方は、まあ、もちろん投資リーディングやるっていう話をしてたんですけど、この、2人で、なんと2500円でやろうかなって思ってます。そう、なんか、そう、なんか自分が受けたいぐらいなんですけど、そう、っていうのをやろうと思ってます。で、同じ週ですね、また9月14日の土曜日に10時から15時、17時だ、17時で、読谷村の地域復興センター、多分ユンター市場の隣に、あるその読谷村の地域復興センターでウチナーマルシェっていうものをやるらしくて、14と15とあるんですけど、私は14日だけ参加しようかなと思ってます。はい、はい、で結構あの人が少ない、あの 人の出入りが少ない場所なので、あのぜひ皆さん、はい、遊びに来てくれると嬉しいです。で、翌週の9月19日の木曜日
に、11時から16時、こっちが沖縄市、沖縄市の産業交流センター、パヨンの隣で、私の知り合いが主催してるデュポフェスタっていう、はい、そう、をやりまして、こっちのイベントちょっと大きくって、40ブースぐらい。そう。で、一応、この3ブース体験したら、福引券を、プレゼントっていう。そうそうそう。で、何かが？そう、そのブースの お店の、この、何かが当たるっていうのがあって、で、なんか、この日も、初めて私が、なんて言うんだろう、共同出展っていう感じで、この ISD 個性心理学と ISD 個性心理学の、赤ちゃん向け、子供向けの赤ちゃんともちっていうものがあるんですけど、コンテンツがあるんですけど、その赤ちゃんともちの、赤もち先生っていう、なんでインストラクターの称号みたいなのがあって、その赤もち先生のまなみさんっていう方と二人でやろうかなって思ってます。これわずかでした。あー、ギリギリということで、そんな感じで、また、はい、来週もこんな感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。危ない。私もなんか、そういえばと思って。めっちゃ聞き入ってたら確かにすごい、かっちゃんさんと高坊さんがめちゃくちゃコメントをくれる、ね、ありがとうございます。かっちゃんさんインスタでもありがとうございます。ありがとうございます。すごい、お疲れ様でした。ありがとうございます。